くなるといても。それではただいまより第2回クリスマスジュエリープリンセス賞女優の土屋太鳳さんです。盛大な拍手でお迎えください。アクトレス太鳳土屋、おめでとうございます。今まさにここで先ほどつけていただいたこのジュエリーがもう私に魔法をかけてくれて、緊張しつつもとても幸せな気持ちでいっぱいです。モデルのトリンドル・レイナさんです。盛大な拍手でお迎えください。こんなに素敵なキラキラしたトロフィーをいただいたのは24年間生きてきて多分初めてで、すごく今ドキドキしてます。素敵なジュエリーが似合う素敵な女性になれるように頑張って生きていきたいなと思います。タレントの川北麻友子さんです。盛大な拍手でお迎えください。それではジャン様エスコートをお願いしたいと思います。川北さんどうぞご披露をお願いいたします。ジュエリーすごくたくさん数々今日いただけたんですが、そのジュエリーに負けないように輝き続けたいなと思っています。そして今回のクリスマスジュエリープリンセス賞は、ジュエリーを最も贈りたいということでいただいたので、あとちょうど2ヶ月ぐらいあるのでまだまだジュエリー受け付けています。よろしくお願いします。ありがとうございます。乃木坂46ジュエリー選抜の皆さんです。生駒さん、白石さん、西野さんにもすでに同じジュエリーを身につけていただいております。新聞に挟まっている宝石の広告チラシを集めてもらってはそれをずっと眺めて遊んでいました。それから時が経ってここでこうして本物をプレゼントさせていただいて、それを身につけることができて本当に感激しています。お願いいたします。アナウンサーの加藤彩子さんです。盛大な拍手でお迎えください。アナウンサー彩子加藤。それでこのようなキラキラと輝くジュエリーをいただいておいてなんなんですが、クリスマスの思い出を語ってくださいと言われました。ただ思い出したところ、私のクリスマスの思い出といいますと、仕事帰りに幸せそうなカップルを見つめて、ああここに行ったのかなとか、何々を食べたのかなとか、そんな人のクリスマスを想像して忍び込んで楽しむというそういう過ごし方ばかりしていたので、これといったもしかしたらキラキラと輝くような思い出はないんですけれども、まあそういうエピソードもこういう場をいただいたので、皆様に披露することもできましたし、そういう日々もかけがえのないクリスマスの過ごし方だなと思っております。本当に今日は素晴らしい賞をいただきましてありがとうございました。